いいで。今ちょうど何咲きっていうのかな、七分咲き五分咲き、ほんまじゃすごい匂いがな、香りっていうね、そういう時は香り。そうなの、ちょっと混ぜたん、匂い一緒じゃが、香りってよ、香り、梅のな、梅なんこれ、桃梅、うん、あ、結構広いな。あ、ここからの景色がすごい。梅の、梅の季節に来たらすごくいいかもね。もうすぐじゃが、つぼみが満開。あっちはもうちょっと咲いてきたわね。ちょっと時期を間違えたいつも間違える。もう何週間か待てばよかったの。何週間どころじゃないよこれ、明日にでも咲きそう。もったいないね。うん、さっきのところあれでも咲いとったらね。だからもうこれつぼみだけ見たらなんか幼虫みたい。うまじゃ。うん、なんかな、つぼみがもう咲き出したら早いらしいよ。バババババと。そうか。でも明日雨じゃけん、うん、まだちょっと咲けるだろ。うん。で、また週末ぐらいになったらブワーって咲いてるわ。そうか、もったいなかったね。うん。100円ちょうだい。おさいさん。カツアゲ。100円ちょうだい。100円貸して。ここもここはないの。感染対策だな。ちょっとさっきから足が埋まるんだけど。うん、この辺のは咲いとんだな、うん。種類によっていろいろあるんじゃない？気配あふる。ん？ここ書いてあるな。石に書いてあるね。な？うん。どういう意味？ちはやっていうのは、うん、いちはやの意味なんだ。うん。で、いちとは？
神様の力じゃろうがな。早は激しいってことだよ。うん、つまり枕言葉としてはな、うん、神と何とかなどにかかるんじゃ。神とか社とかにかかる。あ、見て、ぴったり。ぴったりじゃない？うん、見てる。ぴったりのこと多いよな。うん、しかもな、いつも靴こう徐々に違うのに、うん、すごい。すごいな。ない？お地蔵さん、うん、首からなんか首から上がない。ないよな。うん、なんでか知らんけど、わ、落ちたら怖そう。突き落とさんといてよ。なぜかこんなところに首なし地蔵。怒られる？うん、これ人乗せるようじゃない。あーあーって行きたい見てる。こうで、なんか立派なやつ持つんじゃな。それでここにこうやってやってシュルルルって行くやつしたら、約束のネバーランドでしょと。何をやるんだろう。お焚き上げするやつだ。こっちからも登ってこれるんだ。いいんだ。こっちからも登ってこれる。これで一周して、
か足が離れる。じゃあちょっと夕日を見てみよう。ここは天に召します亀様神社。違うよ。辰地の裏に召します神社。辰地の裏に召します神社。召しますよね。覚えにくいね。辰地の裏に召します神社って西日本の人は覚えたらいいんじゃない。辰地。辰地みやびじゃない。あの木の、あの木で掘られた狛犬さん可愛いで。どこにある？上にある。可愛いな。うん。そっちがあで、こっちがうん。まあ、さっきの祇園神社から5分ぐらい5分もないな、2、3分ぐらいか、車だったら、うん、歩いたりサイクリングだったらだっても10分とかからんか、これはあれだな、多分そっから見える景色とかを描いたんだろう、こういう港町の。そうなんだ。じゃあ集団のところ行ってみよう。うん、落ちそうにないし。